オリンポス宝箱から失礼しまーす。失礼しちゃったせいで敵さんに DMR を取られちゃってますよ。私にはハデスの鎖がある。近距離のみ対応可能武器、遠距離にも対応可能だろ。でもハデスの鎖を使ってるの珍しいですね。最近ハマってるんだよね。だからひどいキャラコンなのか。キャラコン関係なくない？敵さんそっちから来ますよ。ハデスの鎖ならダンスは関係ない。このまま一気に行かせてもらう。引き寄せはさっきから外してますね。なんだと？でもさすがに近距離じゃないと効果は発揮されないな。こんなにもハデスの鎖に対する愛はあるのに、愛だけじゃどうにもならないから。愛に勝るものなんてないです。お金は？勝ります。おいこら、このハデスの鎖を使って今回は何とかしたい。一人くらいなら倒せそうですね。もう二人は倒してるけどね。でも初動は DMR 取られて危なかったけどな。うるせえやい。ハデスの鎖は霊夢さんにお似合いです。業務しか勝たん。私にも勝たせて。なんで勝ちたいんですか？しかしこんな端っこに降りると、野生の敵さんがほとんどいない。野生の敵さんってどういうこと？野生の敵さんが現れました。歩いてる敵さんってことですか？引き寄せって結構遠くまで届くんだなこれ。私外したところを見ちゃいました。敵さん避けるのうまいね。現実を見て。現実は非常です。悲しいおっさんか。ポルナレフです。キッズに伝わりづらいネタはやめてください。ほらー。さようなら霊夢さん。断末魔じゃねえから、キャラコン頑張って上手くなりたい。毎日20時間プレイしましょう。フォトナ嫌いになっちゃうよ。移動系アイテムがないけど大丈夫？久しぶりに翼が帰ってきたから使っていきたいけど、動く的なんだよねあれ。霊夢さんは翼の時のキャラコンも苦手なんですね。木の技があれば優勝。もうとっくに消されましたね。はい、一回戦敗退。諦めないで。またもや野生の敵さんを発見。野生じゃない敵さんを見てみたい。ボールから出てくるタイプかもしれませんね。敵さんが空中に浮いてる隙にもう一回引き寄せを当てる頭脳プレイ。敵さんは手も足も出ずに死ぬ。さすがに足くらいは出させてあげてください。穴の開いてないズボンを履かせます。何のためにそんなズボンを持ってるんだ。チャンネル登録高評価お願いします。あんたどっからそんな装備持ってきたの。ということで、イエメン共和国の皆さんこんにちは。イエメン共和国の視聴者だけ特別扱いすな。日本の視聴者に挨拶しろ。私は今 FNCS カラーのサイレンに追われています。この人は野生じゃない敵さんですか？別にその人の強さによって変わるわけじゃないよ。戦いに集中しないとお前が死ぬぞ。 1HP だけを残して敵さんに勝つ。ほとんど乱数じゃないですか？乱数も勝利のうちだよね。乱数で勝てるという自覚を持ってこれからも頑張ってください。どんな種類のプレッシャーだよ。ハデスの鎖に倒された時の悔しさと言ったらないよね。グラララララ。どんな種類の笑い方だよ。倒した敵さんに対してその態度はリスペクトが足りていませんよ。煽り妹をする人よりはマシですね。敵を倒した後の妹は運営公認だっただろ。でも一部の妹は敵さんから見えなくなったじゃないですか。ゲーム外での煽り行為最強。確かにそれも敵さんには見えませんけど。敵さんを見つけたら即突りますね。ダントツ前方最強。そんなにダントツして大丈夫か？キャラコン下手すぎて外しまくりやー。もっと練習しようね。はい、今度は戦法を変えて、敵を見つけたら即引き寄せですね。おぉ、ハデスの鎖強いですね。最近は神々の武器があるとテンション上がります。今シーズンを象徴する武器なのに、技武器のせいでなぜか保管庫に入れられてしまったからな。そのせいで3週間くらい真顔になってました。絶対になってないよね。急に敵さんが現れました。普通に接敵しただけだよね。さっきから接敵してるから、ハデスの鎖でのキル数が結構稼げるかも。そんなこと考えてると優勝できなくなっちゃいますよ。それは嫌だ。強欲ですね。優勝どころかすぐ先で死にそうだけどな。絶対に負けないんだから。っていうか今回ネメシスが出ませんね。ごめんそれは聞いてない。紫ウォーフォージドでいいじゃねえか。白ネメシスなら落ちてましたね。さすがに紫ウォーフォージドを選びます。今だけネメシス教を引退させてください。都合のいいやつだなこいつ。都合のいい時だけいい気になります。恥ずかしくないんですかねこの人。恥ずかしすぎて涙が出ますね。愛知王恥ずかしさはあるんだ。しかも恥ずかしくて涙出るんだ。なんかまたもや敵さんいるな。しかも私から逃げてるな。もしかして強者のオーラが私から出てるのか。優しいオーラなら出てました。それも悪くはねえな。足跡聞こえるのでハイドしてます。そこ絶対に敵さんいるけどな。そういう時のための門松派です。こいつで確実なキルを届け。ハデスの鎖の能力を過信してない。しかも敵さんもハデスの鎖を使ってきていますよ。なんでこんな時に限ってハデスの鎖で対決してるの。まあ私の腕前なら倒せるんですけどね。自分の腕前も過信してるやつだった。強化されてからのハデスの鎖は強くて爽快感がありますね。競技勢でも使ってる人いたよな。つまり私も競技で通用するってこと。下手すぎて通報されるぞ。ハデスの鎖以外の武器は無能。なんか今回はハデスの鎖に洗脳されちゃってますね。ハデスの鎖を持った私は誰にも負けやしないのだ。自信がみなぎってますね。もうここには敵はいないのか。私に鎖をジャラジャラさせてくれ。なんかダサい決め台詞来たと思わせておいてネメシス強に入信。やっぱりこの安定感がたまんねえ。ジャラジャラしたりネメネメしたり忙しいやつだな。ネメネメって何？なんかヌメヌメしてそうですね。この緑の沼のように。私のネメシスはヌメヌメなんかしとらんわい。ネメシスは常に私と共にあり。なんかいろいろ忙しいな。ネメシスは最高の味方ってことですね。昨日の味方は今日の敵。裏切られてるんじゃねえかよ。昨日の味方は今日の敵で明日の味方、明後日は敵なんだろうな。リストアドを明後日行こうとしたけどめっちゃ建築ある。ペロ、これは強者の予感。強者を舐めるんじゃねえぞ。舐めてるっていうか怯えてますよねこの人。だってブッシュに隠れてるし。なんだこの音は。後ろか？ドアップ後ろから車が。地味に痛いよなこの攻撃。痛いどころの話じゃないよ。こちとらシールドが割れちゃいそうなんだ。ここは強行手段で回復します。敵さんの方が強行手段だけどな。おい自覚はあるのか敵さん。敵さんに霊夢さんの声は聞こえていませんよ。ってことはもっと大きな声で言った方がいいってこと？物理的な意味じゃないですよ。しかもめっちゃ飛んできた。おまけに外した。先制攻撃受けておいてこれは痛い。ここは一旦建築して様子見します。様子見したのでまたもや発
外しました。2回も外してんじゃねえよ。あんまりこんなこと言いたくないけど、焦ってるので無理ですね。本当にいるんじゃねえよ。車に轢かれてからずっと焦ってましたね。効果いくぞってことで、もうすぐ今シーズンも終わりに近いですね。あと2週間くらいだよな。なんかあっという間な気がしますね。ストーリーではゼウスが倒されたらしいけど、ストーリーをやらない当チャンネルでは知ったことではないけどね。大人実況者ならストーリーくらい把握しておけ。そんで次のシーズンのテーマなんだけど、世紀末がテーマって言われてるよね。世紀末って言うと街とかがボロボロになったりとかだよな。スマホのアプリも世紀末な時がありましたよね。オートバトル行動ナイトの話題を出すな。リーク情報では車が横転してたり、砂漠っぽいところで蒸気機関車が走ってたりしてたよね。コラボで言うとタイミング的にはフォールガイズも来るようですね。パイレーツオブカリビアンも来るって言われてるよね。何にせよ新シーズンってめっちゃ楽しみだよな。みんなもあと2週間やり残したことがないようにしようね。ってことで新シーズンの話題でした。でここに紫ゲトキパ撃ってくれる NPC がいるんだけど、初動折りめっちゃ強いよね。霊夢さんは逃げ腰ゆっくりさんなので加速しかおりませんからね。視聴者もみんな逃げ腰って思ってるぞ。そんな視聴者いねえだろ。人間って何が本心かわかりませんからね。いやそうだけども、ここに降りたのって初めてなんじゃないのか。初めてで早々敵さんをキルしちゃってすみません。来世では美味しいご飯を食べてね。来世ではお前の手作りご飯を食べたいだろうな。なんでだよ。ブハハハハハ。ここにいるのは分かってるんだぞ。で、今からここの敵に挑むと。そういうことですね。ここからの動画の尺稼ぎにぴったりだな。なんでそんなこと言うんですか。尺稼ぎのためにここでは死ねない。動機が不純すぎる。おう、逃げたら終わりやぞ。そのまま暗闇に落としてやるわ。セリフが悪役すぎる。敵さんあざす。あと30人くらいか。ちょうどいいんじゃないか。動画の尺的にね。今チャンネル登録するか迷ってる視聴者さんもいるんですよ。いいんですか、そんなことばかり言ってて。あ、初見さんはじめまして。本日はお日柄もよく。そんなんでごまかされませんよ。わははははは。笑い事ですか。でも初見さんがこんなところまで見てくれるとは思わんがな。わははははは。これはチャンネル登録解除案件。都合が悪くなったらすぐ笑ってごまかしますよね。マリサにくすぐられてるだけです。しかも私のせいにしやがったな。敵さんいたので戦闘モード入ります。いつもと違って建築を駆使してるけど、何か戦略あるのか。知りません。知らねえのかよ。最強武器ゲトキパの施しを受けてみよう。本当にゲトキパ好きだよな。ゲトキパは愛したら愛してくれますから。ゲトキパにも意志があるんだ。マリサも早くゲトキパを愛せばいいのに。ちょっと遠慮しておくわ。アンチが怖いので早めに移動してきました。しかもあれから敵さんと全然合わなかった。もしかして私から強者のオーラが出てたりする？さっきそのネタ使いましたよ。使ったネタすら忘れた霊夢に用はない。なんでそんなひどいこと言うの？ボケるネタくらい何パターンも用意しておいてください。てか私ってボケ担当だったの？誰に向けて話してます？実家のおじいちゃんとおばあちゃん。何そのデタラメ。で残りの敵さんは5人。クック、こっちから見られているとも知らずに。その割には接敵してませんけど。撃ってもいいのは撃たれる覚悟のあるやつだけだからね。誰も撃たれる覚悟がないだけってことよ。ダメダメ、フォートナイトじゃねえか。そんでお前はブッシュの中に隠れてるっと。本当に逃げ腰ゆっくりさんなんですね。先に次のアンチへ入っただけです。なんていう賢さなんだ。ただ敵さんが怖いだけなんじゃないですか。そんなの言わなきゃバレないのに。実は怖いから隠れてるよ。知ってた。まあでも割とずっと隠れていられるんだよね。もうゴリ押ししませんか。そんなの起きんな。怖いので嫌ですね。こいつ実況者として失格です。敵さん来たのでこのままびっくりさせようと思います。うわびっくりした。お前がびっくりしてんじゃねえか。瞬殺でしたね。